こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は皆様のご質問にお答えをしたいと思います。紬地の帯は紬以外にどんなお着物に合いますか、というご相談をいただきました。高価な結城の帯は柔らかもののお着物に合わせられるのですか、というご質問も合わせていただいております。これにお答えをしたいと思います。このように、この東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ内容をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて、紬地の帯は紬以外にどんなお着物に合わせられますか、ということですね。紬地の帯をお持ちなんですね。じゃあ紬地の帯ってどんなの、ということですね。私の持っている紬地の帯、これ一つ紬地の帯ですね。ザクザクした風合いがありますね。真綿も入っているかもしれませんが、真綿紬、紬のざっくりした風合いです。これ紬の帯ですね。これもよく見ていただきますと、ざっくりした節があると思われませんか？こういうものが紬地の帯なんですね。じゃあこれを柔らかものに合わせることができますか、紬以外に合わせることができますか、というご質問ですね。お答えは、私は合わせません。私は合わせません、ということをお伝えいたします。私は紬の帯は紬に合わせます。これ紬です。柄は合いませんけれども、風合いですね。ざっくりした風合いとざっくりした風合いが合うので、これは合わせます。よく合うと思いますよ。風合いがね、合うと思います。それからこの帯もよく使えますね。紬の時にね、よく使えます。ということで、紬にはよく合います。ですが、柔らかものに合うんでしょうか、というご質問ですね。以前動画を撮らせていただいて、その中でお伝えしているんですけれども、江戸小紋に紬の帯合うんでしょうか、合わないでしょうか、ということでお答えをしましたが、ここで問題になるのは着物の光沢感なんですね。紬は光沢感がありません。でも柔らかものは光沢感があるので、光沢感イコール豪華さっていう風にもなるんですね。ですから、光沢があって豪華に見えるものにこの紬の帯をすると、こちらは光沢がなくて格が低いので差があるんです。ですから、豪華さや格や光沢感が合わない、ということで、私は締めません。それで終わってしまうんですけれども、私は締めません。いろんなコーディネートがございますので、合わせていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあそれはご自分のご判断で合わせられたらいいなと思います。で、この時に問題になるのは、やっぱりフォーマル感と、それからシャレ物が違うのよ、フォーマルとシャレ物が違うのよ、ということなんだと思うんですね。で、フォーマルって言うと、訪問着とか、袋帯とか、金銀の世界で、それから、シャレ物って言うと、まあ、紬とか、綿とか、小紋もありますけれども、っていうふうに、おしゃれな世界ですね。この二つがどう違うのかっていうと、こちらは、やはり、豪華さとか、格が重要なんです。それに対して、こちらは遊びの世界、おしゃれをしましょう。気楽に楽しみましょう、という世界なんですね。きっとご質問者様の言ってらっしゃるのは、これほど豪華じゃなくて、それからおしゃれを楽しみましょうっていうほどではなくて、この辺のせめぎ合いをおっしゃってるんだと思うんですね。例えば、小紋も持っています。でも帯の数が少ないとか、それから最近買ったのが紬の帯だからとかっていうようなことで、どうしようかなというふうに思ってらっしゃると思うんですね。それはもう TPO に合わせてお使いになられたらいいと思います。例えば、着付け友達とお出かけをする、その時に色が合うからとか、コーディネートが成立するからということでしたら、お使いになられてもいいかもしれません。ですが、きちんとした場所に行かれる時に、そういうふうに光沢のあるお着物と紬を合わせられたら、あんまり合わないかなって思うんですね。だったら、紬の帯はあんまり買わない方がいいわね、
もう少しつるっとした帯を買った方がいいのねというふうに考えられるかもしれませんが、洒落物の世界って洒落物にどっぷり使った方が面白いんですよね。洒落物の中で、遊びの中で、でもちょっとフォーマルの着物も着ようかしらっていうふうに考えると、ちょっとその洒落物感がなんかそぎ落とされるといいますか、あんまりおしゃれじゃなくなってくるんですね。ですから、紬の帯を存分に洒落物の世界の中で素敵に見えるようにコーディネートして着られた方が楽しいし素敵に見えると思います。もしかしたら、その紬の帯をもっと使いたいんだけれども、紬を作るのではなくて、もっと光沢のある着物を作りたい、そうするとこの紬の帯はなかなか使い勝手が良くないのかなって思ってらっしゃるのかもしれませんね。お着物が増えてくると、いろいろ合わせることができる場面が増えるのではないかと思います。そういう点でも、お作りになるときにこのコーディネートしか着られないとか、それからこの場面しか着られないということではなくて、いろんな場面で着ることができて、かついろんな使い回しができるっていうふうに考えて選ばれた方がいいと思います。例えば帯を新しく作るときに、この着物にしか合わない、他の持っている着物には合わないものだと、なかなかその帯使えませんよね。で、私が以前の動画で、たくさん使える出番が多いものが役に立つ帯ですっていう動画を撮らせていただいてるんですけども、やっぱり出番が多いものが役に立つんですよ。その方にとって良い帯だと思うんですね。ですから、出番が良い帯を選ぶためには、ライフスタイルに合っているとか、それから着物に合っているということを確認して作るとか購入するとかっていうことが必要だと思います。これ気に入ったから好きだからだけではコーディネートは成立しませんよね。それから TPO にすっと合わせるわけにはいきませんよね。ですから、ライフスタイルが重要ですよっていうことも何回も申し上げています。それから個性も重要なので、個性とライフスタイルをしっかり把握しながら、間違いがないものを選んでいってほしいなと私は思うんですね。紬地の帯は紬以外にどのようなお着物に合いますか？この方は紬以外のお着物に合わせたいだと思います。そのうちに紬のレパートリーも増えて、その帯がもっと活躍するようになると良いですね。それから、高価な有機の帯は柔らかもののお着物に合わせられますか？このご質問は今の質問への答えと同じなんですけれども、値段が高ければ有機の帯は柔らかもののお着物に合わせられますか？有機の帯で高価だとすると、手織りでしょうか？手織りの有機紬の帯でしょうか？で、そうすると、それは袋帯ではなくて八寸の帯でしょうか？洒落物の世界になると、格ではなくて、品質とかおしゃれ感の高さとか、柄の多さとか、作り方の難しさっていうことが高い評価を得るんですね。ですから、お値段が高い有機イコール格が高いではなくて、例えば小さい柄が入っているとかっていうことが考えられます。でも、有機の帯であれば格は低いんですね。それから、有機紬は回った糸ですから、やっぱりこうボコボコとした風合いですね。ふんわりしたボコボコとした風合いなので、柔らかものには合いません。この方は帯は紬の帯が好きなんですね。でも、お着物は柔らかものなんでしょうか？そういうものを選ぶ傾向があるんでしょうか？有機紬の帯は有機の着物に最適に合うと思います。それから、それ以外の紬のお着物によく合うと思います。で、柔らかものに合うかどうかは、その帯にもよるので、拝見してみないと確かなことは申し上げられませんが、多分合わないことが多いのではないかなと思います。ですから、無理に合わせようと思わないで、同じ格、同じ風合いのものの中で合わせられた方が良いと私は思います。お答えになっているでしょうか？格が違うものを無理して合わせるっていうのは、やっぱり難しいんですよね。難しいし、無理があることが多いので、あんまりそこで無理しない方がいいかなと思います。今日は
有機紬の帯とか紬の帯が柔らかものに合わせられますかというご質問についてお答えをいたしました。同じ格とか同じ風合いのものに合わせられた方がいいので、私は合わせません。皆様の参考になさってください。ご意見やご質問をお寄せください。今日の着物クイズです。有機紬の帯とは、真綿糸で織られている帯です。丸か×か、どちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。